ラーマ8世は、チャクリー王朝の第8代のシャム国王。通称を、アーナンタ・マヒドンといい、アーナンタ国王、マヒドン国王とも呼ばれる。タイで流通している20バーツ紙幣の裏面に肖像が使用されている。モノグラム印象ラーマ5世の孫で、ラーマ6世やラーマ7世のおいにあたる。1925年ドイツのハイデルベルクで生まれた。百二十八年に初めて、 タイに帰ってきた。翌年に父のソンクラーナカリン王子が亡くなると兄弟3人でスイスのローザンヌで就学した。1935年ラーマ7世がタイするとタイの国会の決定で即位したがすぐにスイスに帰り学業を続けた。その後1939年に勃発した第二次世界大戦の開戦後も中立国となったスイスに滞在を続けた。 1945年に第二次世界大戦が終結すると共に学業を終えると帰国したが翌年変死を遂げた。1946年6月9日朝、ラーマ8世はボールマピマーン宮殿の地震の進出で機体から後頭部にかけて銃弾が貫通した状態の死体となって発見された。片らには自動拳銃、コルトガバメントが落ちていた。 第一発見者のチット自重の証言を要約すれば、午前9時20分頃、チット・ブット領自重が、ラーマ8世の寝室の前に控えていたところ、中から銃声が聞こえた。ちっと自重が中に入ってみると、ラーマ8世が、ベッドの上で頭から血を流していたとのことである。応急や警察が直後に出した声明では、銃の暴発事故の可能性が高いとされたが、 プリーディ内閣が設置した、ラーマ発生放御事件調査委員会は、1、事故、2、自殺、3、他殺という3つの可能性を挙げた上で、遺体の状況に基づき事故、自殺説を否定、他殺説を取った。同年8月に、プリーディ内閣は責任を取って、総辞職。後を継いだ、タムロン内閣が1947年11月の、クーデターにより倒された直後、 警察は上述の地と、ット、及び事件発生時に、宮殿内にいたチャリアを自重、他2名の計5名を、ラーマ発生の殺害に関与した容疑で逮捕した。3人の裁判は、確固とした証拠のないまま状況証拠に基づいて、争われ、3人は一貫して、容疑を否認したが、1954年10月12日、最高裁判決により3人に対する死刑が確定。 翌年2月17日、バンクワン刑務所にて3人に対する死刑が執行された。プリーディ元首相も殺害防御への参加を疑われたが、1947年11月のクーデターの際に国外亡命しており、逮捕、訴追されることはなかった。不経済に抵触する可能性があるので、タイではこの問題に深入りすることは今なおタブーとなっている。 生前の写真、特に耳の形状をもとに、生存説も伝わっている。後にこの事件に関して、ラーマ旧世の協力のもとで調査した小説家で、ジャーナリストでもあるウィリアム・スティーブンソンは、その著作、革命の王で証拠を提示し、急に本軍の参謀、辻正信による犯行の可能性が高いと示唆した。なお、辻正信の記録、先行三千里によれば、 辻は1945年にタイを脱出しており、1946年6月9日は中国にいたとされる。ありがとうございます。